今日緊急事態宣言が解除される見通しであります。昨夜総理が会見等でその方向性を示しましたけれども、その際に私にも電話でご連絡をいただきました。同時に官房長官から石井幹事長にも連絡がございました。昨日の時点では今日ですね、諮問会議に諮ってその意見を伺った上で、緊急事態宣言を解除する、21日に解除する方向ですというお話でありました。ただその際に一部感染者が増えているような状況もあるところから、今後解除するにしてもこの感染拡大の防止策をどうするか、またモニタリング等を行って感染の状況を早くつかんでそれに対応できるようにするとか、あるいはその中で変異株の感染が増えている実情もあるので、この点についても対応をきちんと行うとか、そうしたことを検討した上で、結論を出したいと、こういう趣旨のお話等がありました。私からもやはり、感染者が増えている、以前と比べればぐっと減ったとはいうものの、この局面で少し増えているということを心配する国民もいるので、そこが不安のないように、また見通しを持って今後生活活動できるようにきちんと説得力を持って発信をしていただきたいということを申し上げました。もちろん今後解除の後にワクチン接種が着実に進んでいくということも大事な要素でありますし、また病床使用率が一定の水準まで低下してきたわけでありますから、この医療提供体制をきちんと維持できるという見通しも示す必要があると、このように思います。そうしたことを通じて、この今卒業や入学等の時期を迎えておりますし、また桜がすでにいろんなところで咲き始めて人でも増えてきていると、そういうシーズンでありますから、解除がそうした人で、そしてまたそれに伴う飲食という感染のしやすい環境が一気に広がらないような対応ということも配慮する必要があると、このようにも思います。そうしたことを兼ね合わせながら、自治体と政府がしっかりと連携をして協力し合って、感染がリバウンドしないように万全の対応を取ってもらいたいと、このように思っております。私たちもそうした判断を受けて、このネットワークを通じて、今日は都議会議員さんもいらっしゃってますので、この東京都の対応等々と噛み合ってこれからの感染防止に一層力を入れてまいりたいと、このように思います。どうぞよろしくお願いいたします。以上です。